新藤辰巳のゴミラジオ。いや、そういう喋ったら結構なんか話し応えのあるしね、お笑いの話とかはするチャンネルやってるからね。そうそうそう。どうもー。あー、来たー来たー来た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 、すごい、よろしくお願いします。めちゃめちゃ、こんな衣装だったっけ。ね、新衣装を今日のために下ろしてきました。なんでかけてるね。ここにかけちゃったの。マスク変じゃないか。なんか鼻の、顔の形がしっかり出る。いや、さっきまでマスクしてへんかったやつが、マスクに関して一言も何も言うなんで知ってんの。ということで、川瀬名人に来てた。はい、よろしくお願いします。ライブができなくなっちゃったですよ、お誕生日ライブ。いや、そうですよ、いや、だから、ナイス判断、阿佐ヶ谷商工会議。俺、やるんじゃん、これ、下手して。いや、だからさっきからずっと話してるけど、もう、全然、だから明日になんちゃら宣言出るみたいなニュース。あー、緊急事態宣言ね。何も知らんから、今月も全部やるつもりでいたの。いや、今月あと9日しかやらない。ここできるわけねえだろ、今。いやいや、まだまだゲスト狙ってません、そのギリギリまでやった芸人みたいな。それ何でもいいけど、やっぱりね、何もやんないのもなと思って。いや、何もやんなくていいのよ今は。そうなの。今何もやんなくていいですよ。やったらこれもちょっと怒られるんちゃうかと。そう、これもちょっと怒ってる人います。怒ってる人はまだいないですけど、ちゃんと換気してくださいねとか。250円いただきましたよ。ティアンディ、ティアンディ、金額に応じたティアンディの声量を報告に。そういうアコギなことやります。まあ、いやー、ちょっとでも皆さん一個言っときますけどね、はい、全然換気がなっちゃいないです。換気しない。あげてあげて、一回あげて、あげたいですね。ほらほら、これあれだよ、今年 M1 ない可能性あるんじゃない。いやー、これ、僕個人的な見解ですよ、聞きたい。ないですね。だよね。ないかな。ないよね、多分。いや、わかんないですよ、予想ですよ。俺もない気がする。だって、もう少なくともキングオブコント無理ですよ。だよね、キングオブコントは無理だよね。無理じゃないですか。だからザ・ダブルだけでしょ。なんでザ・ダブルやるの。いやいや、やらんて。ザ・ダブルやれない。いや、その、だって例えばね、その、吉本が劇場休むって決めてから、うん、他の劇場も追随したみたいなところもあったり。あるあるある。そのノリで、やっぱ M1 がやらないってなってザ・ダブルやると思います。俺なんかザ・ダブルは別の、なんかもっと別のものかって思って。いや、あの、賞レースとしてちょっと別のものかもしれないですけど、コロナからしたら一緒ですよ。コロナ側からしたら、したら何も思わないですよね。全部一緒。ザ・ダブルかちょっと遠慮しようかなってならないですか。頭抱えるでしょ、だって M1 一番好きでしょ、だって。いや、そう、抱えますけど、でも僕ちょっと思ったんですよ、はい、やっぱこの時期どうですか、そのお二人はそのモチベーションの維持的にはどうなんですか。モチベーション下がってますね。下がってるでしょ。下がってる。締め締めですよ。お、あ、これもう1年今年休みになったらもっと下がるでしょ。下がる下がる。有力な M1 選手のやる気がなくなり、ネタがおろそかになり、マンガさんだってなんか発明されたらビュッといく可能性ありますから。まあ、どっちかというとコントを力入れてますけど、まあ、コントもそうですけど、ない方だから、あれ。いや、だからこれはもう先にモチベーションを失ったやつ負け競争ですよ。まあ、でも結構いると思う。なんか、そうですよね、この時期だからこそネタを作るんだみたいな感じで言われたりしてるけど、はい、意外にそんなことない。いや、無理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 ですよ。だって喫茶店も復活に行けないですから。そう、分かってます、その辺。いや、何も知らない。外食ばっかしてる。分かんねえ、行かれてんじゃん。ふほって言い出したよ。最近ラーメンが好きでさ、食べ歩き。一番ダメですよ、カウンターやし。すいません、なんかいくら、対面式やし。いくらか、スーパーチャップ。いくら、いくら、2回いくらいただいてます。いくら、250円。2回と250円。いや、だから、ティアンディ、ティアンディ、ティアンディ、やってることショールームやろ。やらしい、やらしい、やらしい。劇場がこんなになると思わなかったんで、8万円出しても発注してしまった。頭痛い。分かんなかったですもん、だって。あ、そうか、もう全然。その前にも作ってて、1ヶ月走行してる間にこんなことになったから。初お披露目、これ。初お披露目です。だって下ろすとこだよ。こんなこと見られるのやね。初披露目やめて。
嬉しいな。なんかここしかなかった。すごい似合ってる。だってもう配信もないですよ。ないないない。配信もないの。そうだよ。だから吉ログないの今。吉ログないです。吉ログもないし、劇場の配信もやってないです。あ、劇場の配信があるぐらいの時期はちょっとラッキーだと思った。家で見れる。ああ、確かにね。まだ余裕ありましたよね。ちょっと人工長ヶ月とかの若手も見れたじゃん。しかもあれギャラ出たんですよ。あ、そう。なんか聞いた。お金出すってんだよね。そうなんです。でも半分だっけ。いや、その配信のはちゃんともらえて、でも今コロナで休演になった公演は半額もらえるみたいな。マジで。運休みたいなことか。まあ半額っすけどね。でも吉本以外は絶望だよね今ね。いや終わりでしょう。あ、やっぱいろいろあって吉本いろいろあったからやっぱちょっとそういう方向にしたのかな。いやでもちょっとそれは僕もあると思いますね。ね、やっぱりね。運が良かったね。じゃあ吉本の会見が。いやむしろすごい。他の事務所そんなこと言ってないから、ね、ナイスタイミング闇営業です。ナイスタイミング。だってこの状況で多分うかつにその闇営業、まあ、というか直営業ですよね。その第三、反社会的勢力との営業ではなく、例えば知り合いのなんかまあそういうのを動画頼まれて撮るとか、そういうのを断りなさいと会社側はなかなか言えないですよね。じゃあ言えないじゃないですか。仕事を与えられてないわけですから。ああ、僕多分僕も最近ノート始めました。あ、そう。見た。あれね。ちょっと見たいね。あれ多分。そのうち吉本入ると思うんですよね。あ、そうか、うん、吉本入る。そうか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 。利益配分がかなりすごいことになってるんで。あ、そう、儲かっ、まあそうですね、毎日やってたら儲かってますね。でもどのぐらいやって僕1週間になります。え、でもじゃあまだ全然1週間で6万円になります。なにそれー。捨てねー。なにそれー。僕のノートの収支報告配信じゃない。1週間で6万円。あ、でもあれ全部入ってくるよね。あ、そうです。クレカ決済だと 15%。 5% かな。あれ 95% ほぼほぼ買ってるの全額じゃん。で、携帯キャリア決済だと、85%。 YouTube も本来それぐらいもらえるじゃないですか、でも吉本とか会社が入るとやっぱどうしてももらう額が少なくなってしまうんですよ。今あれでしょ、 YouTube は吉本さんはある程度入ってます、入ってます、って感じになってるけど、まだノートとかは手ついてないから、はい、でもなるよね絶対。まあ、そのうちなるんじゃないですか。ただ今の状況でやってる余裕はないでしょうね。そうだね。へえ。でもやった方がいいんじゃない。ノートって、はい、そのなんかまた差別化するの。差別化。あ、僕なんか、いやでもそれはもう個人次第ですよ。あ、そう、はい、その言ったらちっちゃいホームページ作るみたいなことなんですよ。ほうほう。なんかブログだけやるイメージあるじゃないですか。うんうん、まあ、ブログも書けるし、音声、まあ、言ったらゴミラジオも載せれますし、で動画もいけますし、例えば絵だけ売ってる人とかもいますし、そうなん、イラストだけ載せてイラスト売ってる人とかもいますし、で文章も絵も動画も全部複合的に載っけることもできますし、でそれを例えばメールマガジンとかにして、まあ、1週間に1回か1月に1回か毎日届くのか分からないですけど設定して、そのメールマガジンを月額契約で購入するっていう形で販売もできる。で、いろんなやり方があるってこと。あ、いろんなやり方月額もできるし、その記事を有料にもできるし、投げ銭っぽいこともできる。できます。そういう状態になる。今は一記事100円で売ってます。ああ、え、それで6万円。頑張りました。頑張るってどういうこと。何でもね、多分ね、こっから絶対下がってきます。あ、やっぱ最初はみんな、ね、そう寄付金のつもりもあるんで。ああ、なるほどなるほど。そうだね。そんなに寄付したい人って世の中いるんだ。いや、いるんだよ。例えばじゃあ進藤さんの大ファンがいるとするじゃないですか。進藤さんなんかケチくさいライブいっぱいやるじゃないですか。ケチくさい。お金稼ぎのライブいっぱいやるじゃないですか。まあもうそれは稼がないわ。シャシャシャベルとかね、あの中の440で3捨て4捨て、ね、下手し5捨て、まあ、あんな投資もやっちゃう。投資やんねん。あんなんで1000円取ってね、で1000円いっぱい取るじゃないですか。で本来ならそういう人はじゃあその5公演に1日行く人もいるかもしれないです。ああ、行く。それで5000円払ってるわけですよ。そうそうそう。でそれが月で考えたら新郎さんにその人が払ってるお金って結構あったりするんですよ。ああ、ありますね。やったらそれ毎日ライブで払ってるぐらいだったら、今回ライブないから別にノートに払ってもいいんだよ。本当や。っていう。本当や。マジで。思考には至るかもしれないですね。そこで入ってくるわけよ。いや、俺この服装で来てこのノートの宣伝の仕方したら。
そっち寄りの人だよ。マスクも含めて異様なんだよ。何のキャラだ。なんで黒にした。中ボスぐらいの感じ。マスクはこれで来たんでね。衣装との兼ね合いは考えてなかったです。さすがに。あ、お、500円いただきました。お、ほら、こうやってお金課金してくれる人が。ペアンデイ。いやだな。ペアンデイ。あ、でかいってその1万円のやつ。あ、そうか。1万円のやつ。それ、うん、それをもっと偉しくしたのがショールームですね。ショールームってあんま分かんないよ。ショールームは映像だけです。その配信しながら、そのお金を投げ銭でもらう。でもあれショールームとかって結構そのショールーム側に持ってかれるんですよ多分。まあそうですね、 5% とか 15% というレベルじゃないの、はいはい、あ、そう3割4割、はい、ひたすら5割とか、うん、それすごいね。だってほんと80%とか、まあね、これ例えば難しいのがよくそのノートはアフィリエイトとかそういう情報商材の商売によく使われたりするんですけど、うん、それってやっぱもう全く知名度のない人が一から始めるってなったらめちゃくちゃ難しいです。難しいよな。例えばじゃあ一般、まあ、例えば軍人さんがですね、はいはい、いきなりそのノートを始めたからといってそんなに見てくれる人はいない。例えばじゃあ課金、これ一記事500円としてもなかなかいないですけど、ある程度知名度があれば最初のロケットスタートは切れますよ。で YouTube と一緒ですよ。そこはいや最初のロケットスタートじゃん。いや俺 YouTube 全然ロケットじゃなかった。誰も見なかったよね、うん、だからまあ YouTube は言ったら、うん、ある程度の人数が見ないと広告もつかないって最初のハードルが結構高いじゃないですか。ノートはそこは軽いですね。でも川瀬明治の記事はちょっと見たいじゃん。うん、そこは見たいっていう気持ちわかる。だから何名人だからの6万。いやだから、ね、普段の行いが功を奏しました。本当だよな。本当だっていうか、そうだね。いやでも、うん、これ例えばね、出やんねえとか言って、出やんねえ。お金だけをね、露骨にせびるようなものを人は応援したいと思うかという。叩かれてんのこれ。なんで怒られてたの。いやね、気づかなかった。アンバイやってきた。アンバイ。これはアンバイですよ。アンバイにしないと。塩梅に、まあ、要するに、うんまあ、芸人さんでたくさんいらっしゃいますよね今、はいはい、YouTube とか配信やって、はい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 、こういう時だからこそ皆さんに笑顔をお届けしたい、はい、そうですよ、うん、大義名分ね、まあ、そうそうそう本当は嘘ですけども本当は嘘ですけれども、視聴者の方も気持ちよくお金を払えるように払いたいという気持ちは常にあるわけですから確かにそこをうまくやらないと。ね、そこにがめつさが出ちゃうともう、いやそうだから僕6万もらいすぎやなと思ったんで、うん、これ多分月で10万を超えたらもう寄付しますよ。いやもう怒ってよ。いや意味わからない。せっかくいいこと言ったのに。いやもう怒ってね。寄付するって言ったんだよ。いやいやもうなかなかいいこと言ってる。僕らに寄付してよ。いや例えば、うんケーブルのね、ダメージよねとかね。あんなんもうね、その小島さんはもうほぼそんな儲けも出さずにやってるじゃないですか。多分劇場経営してる人やったら分かると思うんですけど、多分やったらそこに入れるとかね。あまあまあそこやったらまだまだそうだね。あまあそういうものに使った方がいいんで、そお金を回さなきゃいけないんで今は。だから俺は小島さんには飯を奢ってやろうと思ってる。そうやな、おごってやろうってやろうと思ってる。小島さんもおごられたるわと思いしょうがねえから、しょうがねえから。まあ言ってもこれもね、今日軍人さんの、まあ、主催してるから、そうですね、それとリンクして、はい、そのお金の目的じゃん。ノートをやってる、そうこれツイッター貼ってるんで、そっちについ入れてほしい。ああなるほどなるほど。そこで、はい、収入になって、そうそうそう、またこういった配信が実現できるかもしれない。だからついでに500円ぐらい作家のもらってる俺らありがたいね。そのついでに500円。お二人って休みの時何してやるんですか。いやもうマジで俺本当に家にいる。あこれビーバップハイスクール。あほら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 正直ねもう飽きなくないですか。俺は飽きないんですけど休みが。あの別に暇っていう感覚はないかも。ないっすよね。結構早いかもしれない。楽しいの。楽しいですよね。やっぱそこずっとドリフ見たりしてた。なんか見ちゃってて。いや、でも我々って相当得な人種なんですよ。暇に慣れてるし、時間つぶし得意で貧乏にも慣れてるから焦らへんみたいですか。そうだね。最悪どうにかなるやろうと思ってるじゃないですか全員。なるほど。芸人ってちょっと無敵なところ。そうだね。ああこの考えはすごいね。そうだね。いやそうですよ。で、あとはそのモチベーションをいかに保つかぐらいじゃないですか。そうね。いやだからもうね、僕はなんならね、休みになってほしいな今年は。
あ、僕もそれ派なんだ。そうなんだ。もうそんな、例えばね、だってじゃあ9月再開とか10月再開ぐらいになって、うん、急ぎ負け気味電話始めるじゃないですか、うん、レベルの低下は否めないですよ。いやだからそうだ、もうネタができてないもん、うん、やったら来年とかね、うんうん、そのモチベーション低下してる人はやらない、出えへん人もいるでしょうし、 あと僕生活リズム崩れるの好きなの。変わったやつやな。だから M1 がないっていうのでまた崩れた時に何を見つけようと自分はするのかっていう発見は好きなんですけど、ビーバップハイスクール、ビーバップハイスクール、今たどり着いたビーバップハイスクール。俺リーゼント好きなんだで、バッドボーイズ佐田さんの YouTube ラジオリーゼント作り方とかあ、俺リーゼント大好きなんだっていう。そんなもん見て、今度モグライダーさん見たらめっちゃ笑うんじゃないですか。柴さんのリーゼントあまり気づかれてない。かっこいいから。まあ、リーゼントって気づかないって。あ、じゃあお二人も楽しく過ごしてるんですね。そうね、なんか、うん、そうか。あと、まあ、ネットラジオやってるから、うん、どういう話したいかなって暇な時間考えれたり。ああ、うん。するのも楽しいっていうか。なんか変にノートを毎日更新するって言っちゃったんで、うん、してそれ毎日なんだ。もうなんかいつもより忙しくなってしまいました。なんか文章書くんですよ。いやそうですそうです。で書き出したらこだわりそうだもんね。いやそうなのでやっぱね、むずくないですか。100円を取るということ、金取るからね。であれだけ文章っていくらでも書けるわけ。いくらでも書けます。で途中から課金できたりもするんで、例えばここまで読んだらこの先が課金みたいな、はいはいはい、そういうのは別にやってない。あ、いや、それやってるんですか。あ、それやってる。途中まで言わせてってことじゃん。で、その、だから課金した先って結構重要になってくる。まあだから、まあ、そこはね、その、ジャンプの人気投票じゃないですけど、そういう書き方をしないと、次が気になるような。あ、そうだよね。そうか。いや、だから、そうですね。我々、その、まあ、お客さんはね、心配していただいてるかもしれないですけど、確かに。正直大丈夫ですよ。これ、どうせ名人だからと思うんだよね。俺も割とこっち寄りなんで、あ、言ってるのがいると思ったけど、他は結構絶望的というか。いや、あれね、ちょっとね、絶望したふりしてる。いや、そう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 。絶望詐欺。そう、絶望詐欺。そんな不安じゃねえだろ、お前みたいな。いや、あるよ、その感染とかね、そういうのは注意して。あれ、絶望詐欺ですか。あ、じゃあ、絶望詐欺。金足りてます。金足りてんの。あなた、貯金いっぱいあるからいいよ。いや、だって、ジェシュアさん、冷静考えてくださいよ。その今は言い方悪いですよ、うん、みんながコロナにかかりつつあって、はい、みんなの幸福と不幸のラインがちょうど同じラインに立ち始めてるわけですよ、はいはい、今までは我々は食えてない売れてない滑ったりケチョンケチョンな生活を送ってきて、はいはい、でもやっぱりちょっと電車乗ったらええ生活してる人もいれば幸せそうなご家族もいると、はいはいはい、どうしても社会の下やった。どうしてもね、うん、で今コロナによって社会が今均一化されようとしてますのでいやでもそんな上でも稼ぎ始めたところでなったじゃない。いやだからそう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 、で僕はねあれですけど、だからその絶望詐欺がそういうので横行してると思います。みんな同じぐらい、これぐらいの痛い人がみんなのボーダーが他の一般の人はこう下がってきたから、そうそうそう、おお気持ちいい、おおって感じじゃない。ここここライブ呼ぶとみんなこういう時期なんでもうちょっと、いやそれは控えようと思いますってすごく辛そうに帰ってくるんだよな。いやそれは嫌よ。だってそのシェローさんの儲け話にコロナかかるかもしれんリスクを押していく。いやまあそうです。そりゃそうや。それはもう俺もだからかかるんですよ。ああ、まあだその文面かかってもいいからちょっと悲壮さが出るってことですね。だからいや逆に神道さんがそのもうちょっとそのコロナ詐欺した方がいいんじゃないですか。ああこういう時だからこそみんなに笑顔を届けたいと思うとめっちゃそんな逆に言ってや。そんなじゃちょっと今日の夜から一人一人が急にキャラクター変わったなあいつ。いやそもそもあの新藤さんのライブのイメージが良くなかったからのもありますよ。そんなことない。分かんない。俺は自分の客観的イメージないから。もともとそういうなんかお笑いしたスピリッツでやってたら新藤さんの頼みならばちょっと出ようかなって言う人もいたと思いますよ。スピリッツ出せんだけどな。どうせ新藤さんの小銭稼ぎになんで俺がコロナのリスクしょっていかなあかんねんっていうのを表だって言えないから、うん、まあちょっとその悲壮感漂わせたんで。そういうのもあるのか。ほら大丈夫何回と皆さんね、大丈夫でよかったと。いや大丈夫って言われ、まあ経済的にはね、経済的にはね、だって仕事が全然ないからやっぱピンチでした。まあね、それはバイトがなくなったみたいなね、人がだって芸人なんて最悪生活保護を受けていいわけですね。
そうね、生活、あ、そうか、生活保護、日本にはセーフティーネットが整ってますから、はいはい、なるほどなるほど、そうだね、俺生活保護大丈夫いけるかな、生活保護いいよ、まあ、見た目は100点だ、見た目は OK だ、書類審査 OK だ、いやでも結局はお役所仕事っつったってお役人が一番ね、なんか結局住民税とか年金とか払う時も一番融通聞かせてくれたりするじゃないですか、窓口が、そうね、その何々さん、赤松さん、じゃあちょっときついんやったら、じゃあそのこれ何回払いにしてとか言ってくれたりしますから、意外に区役所の人の方が柔軟ですよ、なるほど、じゃあいざとなったら2人で生活保護、なんで2人で、俺1人で、あ、先じゃない、貯金2000万だっけ、2000万はねえわ、2000万はねえわ、原ちゃんも衣装変えたんですかって、原さんは今ね、発注してます、あ、そうなんだ、同時期ぐらいに変えるんだ、ね、原さんはちょっとまあ2、3週間遅れて、まだ完成もしてないんですけど、一応渡辺直美さんの、あのデザイナーさんに、めっちゃ良さそうじゃん、めっちゃ良さそう、そうなんですよ、やっぱ正解が自分らでは分からないって、分かんない分かんない、人に頼りましたね、あ、でもそれがいい、そういう衣装の話とかってコンビで衣装変えようかみたいな話から始まる、いやまあ僕の独断と偏見で変えようという感じでしたね、え、年に1回変えるの、いや、そんなことないです。もう僕は正直優勝するまであの衣装でいいかと思ってましたけど、いやもう1個のあの衣装のイメージしかないな、いや、なんかちょっとやっぱ色、各方面からスーツは着た方がいいという、ジャケットは着た方がいいという、シャツだけだったもんね、そうです、ああそうだそうだそうだ、あとね、僕のこれ持論なんですけど、あの各賞レースの優勝者、まあ、M1 とかザ・漫才なんですけど、あのスーツ着てない人が1人もいなかったっていう、ジャケット着てない人が1人もいなかったっていう、あら、え、優勝者、優勝者です、コンビの片割れどっちかは軽くでもジャケット切ってます、だからそこはやっぱ統計に逆らってこう切り込んでいくとか、まあ、そんなこと言い出したら男女コンビが優勝できないんですけどあ、そう、あ、男女コンビ優勝できないか、でもいないかも、いや、なんか分かんないですよ、うん、気持ち減点されてんじゃないかないやいや、あるかもしれない、いや、その、いや、分かんないです、ジャケット着てないってことで、あ、その視覚から来る情報だから、いや、明確ではないけど、つけてる方も無意識ですよ、うん、無意識に限定してるかもしれない、むしろファイナリストでもそんないなくなっちゃう、珍しいですね、他事務所は結構来てない人多いんですけどね、どれ、うん、来てない人って誰、逆に決勝にいた人で、ね、その平保町長ぐらい、平保町長ぐらいじゃん、だって冷静に考えてくださいよ、あのトーブラウンですら来てたんだそうだ、みちお来てないんですよ、片方が来てないパターンいくらでもあるけど、ああ、どっちかが必ず、ああ、そういうことか、野々川さんジャケット羽織ってましたからね、ああ、ね、ああ、ファローさんが羽織ってんのか、ああ、だってそれこそ、まあ、それこそ決勝行ってないですけど、ランジャタイさんですら、ああ、なるほど、伊藤君が、伊藤さんがやっぱ羽織ってるじゃないですか、おお、これ盲点、ジャケットが必要だったんだ、盲点、あ、だからメイプルさん珍しくどっちも来てない、あ、あ、ほんとだ、あ、来てない来てない、ほんとだ、珍しい、非常に、レマスの加納さんも急にジャケット着るときとか、なんか熟考師みたいな、準決勝ぐらいから急にジャケット着始めて、あの村上が宇宙人みたいな服着てる、気をかないですよ、気になりすぎたよ、ね、僕あの村上さんの衣装好きすぎて真似して作ったんですよ。どういうこと、あそこから来てんだ、あれあれまでしたな、一世三宅のやつね、あれね、いいやつだな、いいやつだ、いいやつですよ、いいやつ来てんだ、あの切り返しが斜めですもんね、絶対未来人かと思ったすごいよ、未来人的ではあるけど、やってる内容も未来、やってる内容も未来的だし、未来の漫才だ、だからまあ今年はね、まあ、そうか、あくまで予測ですよ、うん、このままだとその、まあ、だってイタリア、スペインとかだって、うん、あのやっと死者がちょっと減ってきたぐらいで、ちょっとピークが抑えられたみたいなね、収束まではほど遠いじゃないですか、だいたい日本はこのペースでいくと 1、2 ヶ月先がピークぐらいらしいんで、 1、2 ヶ月先っていうともう6月でしょ、うん、でそこからピーク過ぎるまで待ったら8月ぐらい、うん、そう、あ、ちょっとあやつ、まあ、確かに、しかも、まあ、これはね、あの一番なんていうんですか、安牌というか一番早く解決する推測で言ったらそうなのであって、うん、長引く恐れなのか、なんぼでもね、俺
リンピックが延期になっちゃった、ね、あ、そう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 、それの影響もあるから、オリンピックやってないんだから、そもそもオリンピック何もやってんだよ、いや、そう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 、オリンピックを中心されるともうこっちもお手上げですよ、あれがやってたらあったんだよね、可能性、そう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 、でもまだ、うん、名古屋のライブは起動してますから、あ、そう、これ名古屋も今行ってますんで、あ、名古屋のライブはやってるんですか、あ、今月3日間名古屋に行く予定なんで、すごいね、どうしようかな、いや、やめた方がいいんじゃない、名古屋の仲間、東京に仲間がいる、名古屋がいる、移動するな聞いてた、言ったっ、地方行くなって言われてたでしょ、見た目金の塊みたいなこんなコロナウイルスみたいな顔してだから俺はかかんない、俺が元だからかかんないかかんない、だから今地方に行くと、日本中に広がっちゃうから、東京にいない、いるっていうのがもうマナーとしてある、そう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 、だいぶ10本ぐらい行っちゃったんだけど、だから、って一応あれですよ、若者でも500人に1人は死ぬかもしれないと思って、そうですよ、まあそっか、いくらピチピチといえば、確かに、あとそうや、若者でもない若者ですよ、僕は若者でもないからね、そしてね、でもさ、それ M はじゃあ本当にやらないってなったら、うん、例えば、じゃあ15年目今年でしたみたいな人の問題、いや、それはさすがに延長されるんじゃないですか、それはあり、ダマンザイの期間で5年伸びたわけですから、そっかそっかそっか、それぐらいはでも分からんけどね、まあそう、分からない、まあでも多分それもし中止だったら1年延期はなると思いますよね、 あと今旬な人がその1年後旬かどうか分かんないじゃん、もうもうでも旬の人だったら今出なくてもいいじゃん、究極言ったら旬というかその売れてるというかもうちょっともっと手前ぐらいの旬のと、そう1年後と今出るのと、日吉長吉とかね、日吉長吉とか腹のところは出たいもんね、まあ、ね、なんだろう、ナゴンとか分かんないけど、ナゴンはもう大丈夫、大丈夫かな、なんかその旬みたいのがちょっと腐らないかっていうのがある、わかります、イメージ的に、まあ、逆に寝かすというね、あちょっとね、わかんない、確かにその、いや、もっとかわいそうなのは、あの去年のファイナリストですよ、うん、だってちょうど吉本所属とかやったら、うん、劇場とかもバンバン、うん、寄せとか、うん、その地方のお笑い祭り営業とかもバンバン入れてもらってたところが全部バラシですから、かオズワルドだ、ね、あオズワルドなんて一番売り受けたんじゃないですか、片中バイトしだしましたよ、マジで、うん、やっとバイトせずに済みそうですって言ってたのに、セブンイレブンで、かわいそすぎる、ライブ呼んであげよう、呼んであげよう、今月のライブに呼んであげよう、違う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 、よし今ノート始めたらいいよオズワルド、オズワルドがノートいいかも、いやだから伊藤が始めましたよ、伊藤君が、あでもそっか、伊藤君がやってるイメージだよね、だってねルミネの単独もなくなっちゃったし、あそうですね、まあざまみろという感じです、ざまみろって言った、まあでもうまくいかないですね、まあそうね、それが面白いんですけどね、だからそうですよ、その辺とかね、今ちょっとグイグイ来てるなって感じの人がちょっと、はいはいはい、末広がりずさんとかもね、末広がりずとかそうだね、そうだね、もったいない、うん、マジカルラウリもそうかな、ああそうです、ね、でも野田さんの仕事は割とそのゲーム系もいいんで、まあ自宅でもできるか、なんなら今逆にチャンス、ああいやなるほどね、ああすごいなっつったら、なんか衣装全部見せてって割と書いてる人いるんですけど、あじゃあ500円くださいこういう時ですか、こういう時ですか、撮影はそんな残せないんだ、いやだってそのね見せる義理もないですよ、靴も見せてくれる、靴は買わないですよ、靴も見せてくれる、そんなん言い出したらね、チンチン見せるからとかなってくれたんだ、極端だ、俺ね、そうだからチンチン出すわ、俺なんでだよ、マジで片玉宣言とか、片玉安いな、とかなんとか言ってますけど、だから、とても楽しそうですよね、だからそうですね、確かにそんな悲壮的になってる人は割と全然やん、もう疑ってかかってください、悲壮的になってる芸人を見かけたら、なるほど、ひょっとして見てる芸人がいたとして、うん、ファッと冷静になったかもしれない、ああかもしれないです、ね、そういえば確かに大したことってない、いやそうそうそう、ね、全然もっと辛い時期あったでしょ、あったでしょ、まあ気楽であれば家にいていいんだもんね、キングオブコント1回戦なんかめちゃくちゃ小道具持ってね、うん、あのシアターブラッツ行って、はい、で新宿からまた距離あるじゃないですかでめちゃくちゃ滑った後に、うん、出たら雨降ってて、うん、大荷物背負いながら新宿の駅帰った時比べたら今全然楽
そりゃそうだろう。すごい条件浮かんできたよ。で、前の方見たら、前の組で滑ったやつが前の方歩いてるんですよね。感覚上げて滑ったやつが歩いてるんです。最悪や。辛かったなぁ。比べたらって話ですね。地下もすぐ入れないですしね。入れない、ちょっと待たされるしね、外で。食事どうしてんの？食事は近所のマイバスケットしか行ってない。ああ、ね、外食はもう行かない、うん、でもこれ野田さんに教えてもらったんですけど、マジカルビーの、あのプロテインとマルチビタミンだけで生きれますよ。そうなの、うん、らしいですよ、野田さんよく。僕もちょっと1週間ぐらい続けましたけど、全然体軽い。痩せもしない。そうなんだ。あ、太らない、太らないです、まず。ああ、知り合いの芸人がなんか買いだめしようと思って何も売ってなかったから、うん、プロテイン買ったって言ってすげえバカにしてた。ああ全然、それマジなんだ。いやもう素晴らしい食事。それでただビタミンがもう取れないから、マルチビタミンだけ DHC で買うなり何なりしてください。なるほど、ね、え、他はいらないんだ。いや、なんか分かんないですよ、これ全く理論もないですよ。ああ、野田さんの健康状態を見るにいいんですよ。あ、野田さんはそれでやれてるの？やれてます。へえー、ね、めっちゃ食ってんのかな、野田クッキング。おい食物繊維もいりますよ。あ、はい、まあ、その辺はね、なんかいろいろ取ってるんです、こまごま。だからそれをメインにしてということですね。あ、じゃあだからそれこそね、うん、あのミルクボーイさんがコーンフレークをね、うん、はいはいはい、なんかやってたじゃないですか、うん、コーンフレークなんかいいですよ、素材も効きますからね。ああ、ホントだ、リアルな。最悪あのもの食べてもいいんですか、栄養もあるし、フルーツグラノーラなんかね。そうだね、あれは美味しいし、体いいですよ。すっごい美味しい。豆乳と一緒に食べたらすごい体にいいやん。なんだ、こんな人やっけ。いや、ねずっちみたいですね。豆乳でねずっちする。今日俺、健康食品とノートの CM。 栄養に来ました。コロナウイルスで変わっちまったな。あれ、ちゃんとよ。これを進化と取るか、どうか分かんないけど。いやー、7時になったらご返しときますか。あ、本当だ、7時になりましたよ。これ7時前だったっけ。はい、そうそうそうだよね、はい、このぐらいの時間でも。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。カズメジンでした。ありがとうございました。いや、嬉しいですね。いや、びっくりした。絶対来ると思ってなかったもん、ね、新衣装で。しかもね。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。